どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちらアウターゾーン第7巻ということで、はい、はい、この第7巻はすごいですよ。すごいことになってますよ。なんとですね、はい、今回はですね、うん、続きもんばっかりっていうね。そうなんですよね。41話廊下ね、普通の、うん、で、マジックドール早く3が早くも、早くも3ですからね。で、43が再開 で、うん、で44と45、ここ前編後編、まさかのね、魔女狩りのね、うん、で、40、マジックドールが、うん、中編後編だ、3個マジックドール中編になった時はビビりましたね。黒女の家が最後来てますけど、これ、うん、アウターゾーンじゃなくてマジックドールこれは、マジックドール、ね、マジックドール回ですね。うん、同じ回にこんなにやっちゃおうかね。いや、だからこの期間はだいぶマジックドールに頼ってたってことですよね。まあ、人気あっただろうしね。マジックドール評判が良かったんじゃない。もうその1話完結っていうのなくなっちゃったんですよ。そうね。主にバスではないですね、もうね。はい、今回の好きなお話。はい、まあ、僕はやっぱりこうですね、40年マジックドール3の方ですね。1話で終わらした、まあ、人形マニアのやつがね、たまたま比嘉刑事の向かいのマンションに住んでね、なんか知らないけど覗いたら動いてる人形がいるって言って誘拐しちゃうやつですね。変態ね。最後に死んじゃうんですけど、それはやりすぎなんじゃないかなって思いましたね。人形が落ちてきてね、人形が動き取れなくなって、そうなんですよね、落ちてきてね。だってあいつ言ったらすごい悪者みたいになってるけど、やったのただの窃盗でしょ。そうなんですよ。で、一般的に見たらただ人形を盗んだやつなんですよ。ほぼ侵入の窃盗、ね、極悪人じゃないんでね、うん、だってあいつは別に人形として盗んでるわけですから。そうなんですよね、うん、だからなんか別に悪くはないんですよ、ね、どうやって処理したのかね、加賀刑事は。難しいですよね、うん、死んじゃうことなかったんですけどね。私はこれですね、はい、魔女狩りの村、うん、これもいいですよね。まあね、覚えてましたね、うん、覚えてました、覚えてました、うん、俺後編ない方がいいんじゃないかって思ってるんですけど、その前編で終わった方が怖くない？え、まあね。だからあの子がっていう、あの子がでいいのに。でもやっぱ救いに行っちゃったミザリーが。少年漫画だからね、助けなきゃっていうのあったんじゃないですか。ミザリーが救いに行っちゃった。落ちてはいるよね、うん、そう、いい落ちて、ね、それこそタイトル変えて次でもよかったけどね、うんうん、ミザリーが私も行きたいわって言っちゃった。助けた後にね、何もない、うん、何もない絵だけ飾られてるんですけど、そうなんです、そんな絵はいらねえだろうって思うんですけどね、うん、はい、じゃあ今回の衝撃シーン、はい、衝撃シーン、僕はこの雲女の家、うん、ね、まあ、子供が、はい、なんかボールがね、変な屋敷に入っちゃってそれ取りに行ったら、なんか雲の化け物がいてね、はい、別に襲われそうになるっていう話なんですけど、で、まあ、逃げてる最中にね、うん、わーっつってその持ってたグローブを化け物の蜘蛛に投げるんですけど、はい、そのグローブが当たったらね、化け物の蜘蛛の足が折れたらしいんですね、うん、グローブで折れちゃうのっていうぐらい脆かったですね。脆いんですよね、うん、こいつはね。よくわかんないんですよね、うん、なんか、まあ、うん、まあ夢の話みたいな感じだからまあいいんですけど、うん、それにしてもグローブで折れるのはないんじゃないかなって思っちゃってね、うんうん、そうなんですよね。ちょっと怖い話ではありましたけどね。まあね、結末ありきの話が多いんだね、やっぱり最後実際蜘蛛、蝶々蜘蛛から助けたっていう話なんですけどね。私はですね、はい、マジックドール、うん、前編の方ですね、4の前編の方で、4の前編、うん、比嘉がですね、最愛のね、彼女みたいなの出会うんですよね、はい、で、彼女とそっくりやつ、そいつとね、うん、デートの約束みたいにするんですよ、はい、でね、2人でなんか食べ物屋みたいなところにね、うん、車で行くんですけどね、うん、刑事ですよ、比嘉は、はい、がっちり乾杯してるんですよね。ガチガチに乾杯してるんですよね。ノーマルじゃない？さすがに。いやいやいや、これはだってワインですもん、絶対に。これは時代ですよね、やっぱりブドウジュースじゃない？はい、刑事ががっちりワイン飲んじゃってる。まあそもそも刑事でしょ、普通の、うん、なんであんなスーパーカーみたいなの乗れちゃうのかなっていうのありますけどね。この辺はやっぱね、まだ日本がまだやっぱりね、うん、まあ飲酒運転に寛容だった時代ですよね、うん、そうですね、やっぱ文明大国としてはちょっと低かったね、地位が低かったんでね、タバコもどこでも吸えるしね、
飲酒運転もありっていうね、そうね、ちょっとそういう時代だった、ね、まあ、ありではないんですけど、うん、意外と当たり前のようにやってましたからね、はい、僕らが子供の頃はね、はい、うん、そういう感じですね。学校の先生とか飲酒運転してたからね、普通に、うん、してた、うん、全然ちょっとぐらいならいいでしょみたいな、うん、いいでしょっていうか、まあ捕まんなきゃいいでしょっていうノリではありましたからね、はい、うん、まあアウターゾーンね、7巻までやりましたけど、はい、気になるわ次が、うん、マジックドールがまた来るのかどうか来るだろうけどこんだけやってんな、まあ確かにね、何回ぐらいそんなにやってたか、うん、今4でしょ、まだまだありそうだもんね、またマジックかと思ったような気、あ、そう、あ、そう、途中から俺は3回ぐらいで終わってるイメージだったけど、今回マジックかい、マジックかい、はい、マジックかね、じゃあまあ8巻もね、楽しみにしておきましょう、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。なんだこんなところに屋敷が、窓ガラスが割れてる、あそこにボールが飛び込んだのかな、すいません、ボール取らせてもらえませんか、どうしよう、誰もいないのかな、でもボール取ってこなきゃな、こっそり入っちゃおうかな、やめとこ、いや、入ってきてー。どうも、ありがとうございました。